こんにちは、辰野の八木醤油です。今日は工場内に入ってきました。本日は八木醤油の柚子ドレッシングを充填しております。今ちょうど液を充填して、打線機でキャップの打線を行っているところです。とても美味しいドレッシングですので、柚子と、醤油ですねをブレンドした和風のドレッシングになりますので、またよかったらぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。